はい、どうも、心理学コメの登録販売者、山野です。お願いします。はい、というわけで、本日もやっていきましょう。本日はですね、えー、危険なサプリから自分の身を守る葉を、あ <laughs>、全然言えてない。危険なサプリから自分の身を守る方法。はい、これをお伝えしようかなと思います。はい。えーっと、っていうのもですね、あのー、ま、ああの小林製薬さんの一見からですね、もう毎日毎日、もうまさに連日ですよね、あの、サプリの話題が尽きないというようなことになってます。はい、もうニュースを見るたびにね、あのー、 不安な気持ちとか心配な気持ちっていうのがね、増大してるかなと思うんですね。はい。で、私、あの、前回の動画で言いました。あの、サプリに関してね、まとめましたけれども、あの、サプリを使いたいのであれば、あの、医師とか、えー、薬剤師とか、まあ、登録販売者とか、まず、あ、いわゆる専門家と言われる人たちですね、そういう事前に専門家に相談をしてくださいね、という風に言いました。はい。えー、確かにそうです。あのー、その考えに全然変わりはないし、えー、絶対その方がいいと思います。はい。とはいえですね、言ってから思ったんですよ。 いやいや、でも、それってもしかしたら、めっちゃ難しいんじゃないかなって思ったんですよ。はい。なんでかっていうとね、あの、こういうサプリとか、ま、いわゆる健康食品ですよね。まあ、あの、小林製薬さんの別の話ね。あの、これサプリとか、健康食品を買うときって、めちゃくちゃ心理学が絡むんですよ。皆さん、例えばさ、こんな経験ありません、ね、あの、全然欲しいと思っていなかったのにもかかわらず、気づいたら買ってたとか、あとは、買った後で、 ななんんでこんなもんん買ったんやろうこんなん全部心理学ですそう心理学が絡んでたことによって別に欲しくもなかったものをつい買ってしまったその結果抱く感情が今ったよよううななことなんですよそうつまり何が言いたいかっていうと我々は知らんうちに操られていろんなもん買っちゃうんですよっていうことなんですよ。ゆえに 事前に専門家に相談するなんて至難の技なんですよ。だってさ、よく考えて、一回買ったもんなんてさ、そんなの持ってってこれどう思うって聞きに行く聞きに行けへんやん。もう一回買ったらまあせっかく買おうしても飲んでまおうかって飲むでしょ。そうなんですよ。そう。だからね、あのー、事前に専門家に相談するってやっぱり難しいんちゃうかなって思ったんです。はい。じゃあどうしたらいいねって思いますよね。はい。簡単です。事前に専門家に相談するのももちろん大事なんですけど、一方、自衛手段として、 事前にどんな罠が仕掛けられているのかっていうことを皆さんが知っておけばいいですよね。そそうですよねだって例えばさ分かりやすく言おうかそこに落とし穴あるよって言われ,言われたら落ちるやついますいやそこほんな避けたらいいんですよね。で終わるじゃないですか。そうそうなんですよ。ねというわけでですね あの我々が物を買う時にどんな心理術が使われているのかどんな心理学が使われているのかっていうことを、えー、紹介したいなと、えー、計15個、えー、紹介したいなと、まあ、10, 10しながら15個って言いましたけど、えー、15個、えー、紹介したいなと思いますはい、まあ、これ知っておけばですねあの今回の,そのサプリの話題だけではなくあの無駄遣いが減ります根本的にわけわからへんサプリに手出すこともなければあの超高額なあの意味もわからへんようなあの絶対いらんやろみたいなあのブランド物とかを 買うことも防げたりしますはい、なのでですね是非、えーえー、ご覧いただきたいなとで途中までは YouTube で、えー、と紹介をして、えー、続きは凡人研究アカデミー私の、えー、とサブスクサービスの方に移ってやっていこうかなと思います、まあ、とまあこういうねあの心理学的な観点から今回の,そのサプリの話題をあの解説してる人ってまあ私ぐらいかなとまあそんな限りなく少ないと思うので、はいえー、私なり私なりにこう頑張ってお伝えできる部分かなと思うので是非最後までご覧くださいはいというわけでですね えー、早速やっていきましょうかはい全部で15個紹介しますはいまず一つ目ですねまず一つ目が平均以上効果ですはいこれが何かっていうとあのそもそもの今日のこの動画を出している理由の大きな一つですはい何かっていうとね人はいつも自分だけは特別自分だけは例外自分は絶対大丈夫っていう風に思う癖がありますはい なんとなく、おも、思い当たる節ありません。もうまさにあれですよ。詐欺がなくならない理由がこれですよ。 あの例えばだってさ例えばオレオレ詐欺とかいっぱいありますやんあるけれどもなくならないでしょあとは何あのポサカードっつってさあのグーグルとかあの iTunes カードみたいなのをあ LINE とかでなんか番号送ってくれみたいなねあのパソコンにウイルスが入ったからみたいなんでこうつられてさ何十万円も送っちゃったみたいなのがなくなりませんやんかねあれなんでなくならないかなくならないかっていうとこの平均異常効果っていうのが関わってます要は自分は大丈夫確かに世間ではそういうふうに詐欺とかでいろいろ騒がれてるけども 自分のところにそんなものが来るはずはない自分はもし来たとしても防げるはずだこういう風に思ってしまうバイアス認知の癖っていうのが平均異常効果ですはい、じゃあこのサプリの話とこれが何か関係があるかっていうと今こんだけね小林製薬さんの話でサプリの危険性とかあのこれを機にサプリに対する考え方改めましょうかみたいな風になってるじゃないですか私も前回言いましたよ平均異常効果が変わるといや確かに世間ではサプリのこと騒いでっけど自分は関係ないと自分はあのちゃんとあの精査もして るし、あの信用の置けるところから買ってるから大丈夫だみたいな風に思いやすいってことなんですよ。そうだからあのこの平均以上効果を抱えたまんまやと。 あの同じよようなことを繰り返すす可能性が上が上るわけですよね怖いでしょそう,そうなんやけどもう確かに言われてみたらそうかもしれへんなって思いませんそうでしかも心理学的にはあのそ,のその分野の知識に乏しい人ほどこの、えー、平均異常効果を起きやすいよねみたいなそんな別の話もあったりしますはいなのであの本当に日頃からそういうこう医学的な知識とか、えー、健康の知識とかに 携わることが少ない人っていうのは余計に気をつけておかないと、えー、どんどんやばいことになっていくんだよっていうことですね。はい。なのでこの平均異常効果っていうのも気をつけてほしいところです。はい。じゃあ次行きましょう。次二つ目ですね。二つ目が、恐怖管理理論です。はい。まあこれね、あのー、なんかすごく難しいこと言ってるので、あの、ちょっと解説ちゃんとしたいんですけれども、これ何かっていうとね、全ての人間っていうのは無意識に死への不安を感じていると。 はい、で、それで私たちが選ぶ行動の多くはその死の恐怖を解消するために行われるんだよねっていうそういう考え方のことこれを恐怖管理理論というふうに言います。はい。で、これがね今回のサプリの話と何か関係あんねんって思いますよね。はい。めっちゃ終わりなんですよ。例えばね皆さんに一番よくある、えー、心理学的な使われ方をしている罠としてはニュースの後の CM です。 意味わかんないでしょニュースってさ、まあ、どっちかといえば、めっちゃポジティブなニュースよりも、ネガティブなニュースの方が多いと思いません、まあ、それこそさ、なんか、凄惨な殺人事件であったりとか、えー、事件とか、そういう事故とかね、あと震災のニュースとかね、ネガティブな方が多いし、我々は、そういうネガティブな方に余計引っ張られるんですよね。で、そういうね、ニュース見ますやん。で、見た後、当たり前ですけど、当たり前なんかな、CM 流れるじゃないですか。 で、CM ではすんごい明るい、なんか商品の紹介とか、サプリの紹介とか、お昼間よくやってるでしょあれめっちゃ気ぃつけてほしいんですよ。なんでかっていうと、我々、そういう一旦ネガティブな情報に触れた後っていうのは、気持ちがネガ,ネガティブになってます。恐怖心を抱いてる状態になってます。でそういう恐怖心を抱いてる状態だと、なんとかポジティブを捕まえよう、ポジティブになろうという心理的な効果が働いちゃうんですよ。 で、その後で CM 見てポジティブなイエーイみたいな明るいのが流れてますよね。こんな商品どないでっか新発売みたいな流れますよね。ポジティブな情報ですよね。それを、あ、これを手に入れさえすれば自分のこのネガティブな気持ちは解消されるかもしれないっていうので、 買っちゃうんですよねそれがサプリメントだった場合は余計にそうなりますよね。ネガティブな状態で死への恐怖を感じている状態で例えばこのサプリを使えば寿命が伸びますよとかこんな健康寿命が伸びこんなに長生きすることができるようになりますみたいな例えばですけどねあったりするじゃないですかってなったら余計に飛びつきやすくなると思いませんそうそうなんですよ。これはだからマスメディアのの戦略の一つなんですよそれを分か,った分かってる人が巧みに利用してる心理戦術なんですよ。 そうなので気をつけて欲しいだからニュース日頃からよく見るんだよねお昼間のニュースワイドショーワイドショーはどうか分かんないまあワイドショーもそうかねああいうのをよく見る人っていうのは本当に気をつけてほしいだから購買行動をどんどんこうねあのま、ー、くしたてるというか書き立てるような。 そういう心理学的なテクニックが使われているのでぜひですねあの日頃からニュースを見るっていう方は本当に気をつけてほしいところです。はいというわけでした。はいじゃあ次行きましょう次3つ目ですね3つ目3つ目は単純接触効果ですはいこれ何かというとね、えー、人っていうのは最初に興味がなかったとしてな、えー、最初にな興味がないものだったとしても 何度も何度もそれに触れることによって、えー、好意的な印象を抱いてしまうよねみたいなそういう性質があるこれが単純,接単純接触効果っていうふうに言いますはい、これの一番今回の,そのサプリの話について、えー、関連するものが何かっていうと深夜のテレビショッピングです深夜のテレビショッピングってねみんな不思議に思ったことない同じ情報ずっと流すやんって思ったことない ずーっと何十分とさ、同じ表品について、ひたすら繰り返すでしょもう分かったやん。それさっき言ったやん。みたいな。あるでしょあれが単純接触効果を狙っての行動行動映像です。海外のさ、テレビショッピングでさ、あ,のありません。いやあ、ボブ、どうしたんだいいや、これこれこうで、こうだったんだよ。それは大変だね。こん、そんな時にはこれだよ。みたいな。あるじゃないですか。あのくだり。あれ見ててさなん、なんか全然興味ないわって思ってても、 30分ぐらいずっとやってて、それをずっと見てたら、もしかしたらこれほんまにいいのかもしれんなって思ったことありませんで、実際勝った人多分いると思うんですよ。ね。そういうことなんです。何回も何回も同じ情報に触れることによって、我々っていうのは好意的に見ちゃうっていうことなんですよ。そう。他で分かりやすいのがあるとすれば、例えばさ、皆さん鏡見ますよね。 鏡見た時の自分の顔は OK だけど、スマホで写真撮った時の自分の顔は嫌だって思ったことないです。それ、それもこれです。この単純接触効果です。鏡の自分っていうのは、毎日ね、顔洗ったりとかね、髪の毛溶いたりとかね、毎日見てません、その顔って。ね。ね、毎日見てるから OK なんですよ。でも、自分の写真をさ、毎日毎日見るかって言ったら見ないでしょ。まあ私みたいにそういう活動してたら別やけど、見ないでしょ。たまにしか見ませんやん。だから、嫌に感じるんですよ。 これも単純接触効果です。そう。だから我々の身の回りには困難がいっぱいあんの。怖いでしょだからそんなんで、深夜のテレビショッピングをぼーっと見ながら、気づいたら買っちゃってたみたいなこと。なんで、後で明日、翌日になって、翌日、翌日とか、その商品が届いてから、なんでこんなんこうたんやろなみたいなね。そうそうそう。それはこの単純接触効果によるところもあるんですよ。すごいでしょそうそうなんですよね。だから、こういう単純接触効果にはまらないためには、第一印象の 第一印象を思い出すっていうことも非常に重要になってくるので、えー、あこれちょっと何回も何回も見てたらやばいなっていう風に思ったのであれば気づいて第一印象がどうだったのかっていうことを考え直してほしいなと思い出してほしいなと思います。はい、じゃあ次次4つ目ですね。 はい、まあこれ私の YouTube の動画の中で過去に言ったこともあるかなと思いますけどまああのご存知ない方もいらっしゃると思うのでちゃんと説明しましょう権威効果って何かっていうと人っていうのは権威性をを感じるものを高く評価しがちです例えば医師あるいは弁護士あとは教授とかこ,んな、ね、こういうすごい肩書きってあるじゃないですかねこういうすごい肩書きが前置きについているとああすごいんやろなこの人って思っちゃうんですよ例えば、えー、じゃあ皆さんが 自己紹介の時に初めて会う人と初めて会う人を紹介されたとしましょう。ねでその時にこちら田中さんとおっしゃる方ですこちら田中さんですって言われるのとこちら医師の田中さんですって言われるのとどっちが田中さんすすごそうに見えます医師でしょ明らかにそうそうなんですよそういうふうにあの感じてしまうんですねでしかもこれのよくないところよくないところっていうのはそのもう肩書きに全部持ってかれるの。 もうだってさ、その人の田中さんの人となりとか分かってませんやん、まだ何にも。まだ何にも分かってへんのに、医師っていうことはすごい勉強もできて、あのー、人当たりもよくて、あのー、立派な方なんだろうな、みたいな、今まで全然情報交換、まだしてないものまで全部ひっくるめて、すごい人だっていうふうに感じやすいんですよ。はい。じゃあこれがね、今回のサプリの話と何か関係あるかですよ。はい。終わりなんです。よくありますよね。医師の なんとか,かんとか、誰だ、誰それも推奨しているとか、なんとか大学の教授もおすすめしているとかあるじゃないですか。そういうことです。そういう凄そうな肩書きを持ってる人が解説している映像とかが出て、そんな、そういう人が勧めてるのであれば、今朝もすごいサプリメントだろう、サプリメントなんだろうなっていうふうに感じてしまうんですよ。 めっちゃ怖いでしょそうでもそのサプリメントっていうのはもうだってサプリメントの法律的にはただの食品ですからね食べ物なんですよ。それをさ朝もなんかエビデンスがあるかのようにす,かすごそうなおっさんが出てきて言うてるわけですよ。ね。でしかもこれはエビデンスの世界では一番質の低い、えー、と扱いになってます専門家の意見っていうのはね。そう あの何々教授の動向っていうのはあのエビデンスを語るに値しないそういう一番質の低いあの話,に話として扱われているのであのエビデンスベースで言,う言わなければいけないこの、えー、医療業界の話において言うのであればやっぱり非常に危険と言わざるを得ないでしょうね。はいっていう話でした。ははいいなのであのそのでそ肩書き、えー、っていうのは もう度外視して考える必要があるよねってことです。もうだから医師としての田中さんではなく、あくまで一人のオス。まあ今もう勝手にオスさんって言いましたけど、一人の人間としての田中さんっていうふうに考えるべきということになります。はい。というわけで、4つ目でしたね。じゃあ次は5つ目かな。次は5つ目。5つ目が、バンドワゴン効果です。はい。え、これ何かっていうとですね、人っていうのは、みんな。みんなね。周りのみんなね。周りのみんなが高く評価しているものに対して、 高い価値を感じる。そういう生き物です。はい。えー、で、しかも、そのみんなの数、数が多ければ多いほど、その魅力も増すよねっていうことが分かってます。はい。例えば一番分かりやすい例で言うのであれば、行列のできてるラーメン屋さんありません。自分行ったことないんですよわた。私たち行ったことないんですよ。自分が行ったことがないラーメン屋さんを、 やったとしても、行列ができてたら、あ、美味しいんやろうな。美味しいからこんなに並んでるんだろうなって思っちゃうんですよ。まだ食べてないのに。そう。で、それで期待して、あ、じゃあちょっと並んでみようかなって並んじゃうんですよね。あとは、あのー、サプリメントの界隈でも同じことを言いますけど、アマゾンのレビューなんかがめっちゃ顕著ですよね。例えば、レビューが3件。3件ついてて、星4。星4なんですけど、えー、星、えー、レビューは3件。3人しかつけてない。 はい。いいですかもう一回言いましょうかえっ、ー、と、星4なんだけど、3人しか評価してない。はい。対して、星は3なんだけど、レビューしてる人の数は1万ってなったら、どっち買います圧倒的に後者でしょそう。それがなんでかっていうと、1万人も評価してるからですよ。その、最初に言った、 星が4だったとしても、3人でしょいや、3人やったらもしかしたら私に合わへんかもしれへんわって思うんですよ。でも、一方、星が3だったとしても、さっきよりも評価低いわけですね。評価低いのにもかかわらず1万人評価しちゃったら、1万人で評、とりあえず星3か。うん、そっちの方が私には合ってるかもしれへんし、まあ、最悪外れたとしても安全だよねって思っちゃうんですよ。怖いでしょそう。人間って、いっぱい人がいると安心するんですよ。 でこもともと人間が群れを成して生きてい生きていたそういう,そういうコミュニティをけす、えーを築いて生きていかなければならないようなそういう,こう進化の仕方をしてきたのでもう仕方ないんでしょうね。人がいっぱいいっぱるると安心すすんです、はい、なのでですねあの気をつけたいんですけど、えー、じゃああれですねでも,だでもあっいこうそでしたサプリでこ,れこのバンドワゴン効果を めちゃくちゃ匠というか露骨に使ってるのがあのイン超人気インフルエンサー、まあ、誰それさんも使ってるみたいなそういう大い文句あるでしょ。これバンドワゴン効果です。 超人気インフルエンサーっていうことは何十万人何百万人もその背景にはいますよね。そういういっぱいたくさんの人たちに支持されてる人が愛用してるっていうことはそれはもう完璧でしょうみたいな風に思いやすいんですよ。特にだからこの SNS が発展した今のこの時代に一番ある意味では気をつけなきゃいけないのがこのバンドワゴン交換なんですよ。だってさよく考えて超人気インフルエンサーなんてもうただの素人なんですよ。基本的には。医学的にそのサプリメントの健康とかのことで言うんであればね。基本的にはですよ。で冷静に考え ただおかしいんですよでも人間っていうのはそういう癖があるんですよ怖いでしょこれが怪しい自分に全然合ってないもしかしたら健康被害につながってるかもしれないようなものを、えー、容易にこうねあの自分の中にこうつい手にしてしまうそういう一つの癖罠なんですよね。はいっていうことでしたはい次が6つ目ですね6つ目6つ目は何かっていうとウィンザー効果です。 はい、もうなんちゃら効果ばっかり続きますね、はいえー、これも解説ししましょうこれは何かっていうと人っていうのは自分が直接聞いた情報よりも第三者を介した情報に対してより信憑性を感じるそういう癖があります。例えば分かりやすい例で言うのであれば上司から直接あなたが褒められるよりも第三者から この間あなた、店長言ってたよ。あなたのことすごいって言ってた。すごい仕事できるから助かるって言ってたわ。って、第三者から言われたのと、どっちが嬉しいですか直接褒められるのと、誰かから、あなたが店長を褒め、あなたのことを店長が褒めてたよって言われるの、どっちが嬉しいですか 明らかに後者でしょそうそうなんですよね。そう。これウィンザー効果っていう風に言います。人間っていうのはそういう風にできてるんですよね。あの、だからまあ上司の人はね、あの部下を褒めるときとかっていうのこの効果をね、うまく使えばね、あの、評価は上がったりするんですけど、これが悪用されるサプリみたいな、そう、ものを売るときに使われると厄介なんですよ。あの、よくあるのは、私もドラッグで接客しててよくあるのがね、知り合いからこのサプリがええって言うて聞いたんやん。で、それでこの店来たんやん。これちょっとこうちょうだいみたいな。 それあるかみたいなねそういうこと言う人いるんですよいる,いるでしょいるでしょねこれが危険なの結局ね自分例えばそれがじゃあテレビショッピングで紹介されてる商品やとしましょうよ自分でそのテレビショッピングの情報を見て見るのよりも第三者から、まあ、お隣さんでいいですよお隣さんから「昨日何か紹介してたあの商品あるやんか」あってあったんやけどあれ使ってからすごい調子いいんだよねって言ったら「あいいかもしれへんな」って思っちゃうんですよ でしょそうそう,いう癖があなんですそうこれどうじゃどうしたらいいかっていうとやっぱもう自分で裏取りするしかないでしょね裏取りはいあのその情報の真偽のほどを確かめるしかないですだから誰かから聞いたのであればもうその欲しいっていう気持ちだけでドラッグに行くんじゃなくてこんなん聞いたんやけどこれってほんまにええのんって言ってえー、専門家に聞くみたいな、えー、そういうのがいいんじゃないかなと思いますはいえほ、ー、はですね YouTube ここまでなんです本当はねあの本当はここまでなんですけどあのねもう最近そのねややこしいでしょ小林製薬さんの話でねみんな不安抱えてるじゃないですかだからねもうちょっともう一個サービスしますはいもう7個目まで紹介しましょうはいあのー、ねもう皆さんにできるだけ、あのー、有益な情報を届けたいのではいじゃあ7個目まで YouTube で紹介しますねはいじゃあ7個目は何かっていうと「保有効果」ですはい 保有効果ですね。あの、保険の方に、あの、あ,ありまきね、ありまきねっってみんなわからんな,な。あの、所有の優です。はい。保有効果ですね。はい。えー、これ何かっていうと、あの、人は自分が持っているものに対して強い価値を見積もる。そういう人間、えー、そういう性質があります。はい。えー、じゃあ一応実験紹介しましょうか。有名なのがあるんで。はい。学生をですね、A グループと B グループの2グループに分けます。で、A グループにはマグカップをプレゼントします。 はいで B グループには何もしませんでその上で A グループにはいくらだったら B グループにそのマグカップを売りますかって聞くんですよね。対する B グループ B グループにはいくらだったら A グループからマグカップを買いますかって聞くんですよね。はい結果どう,などうなるかっていうと A グループは7ドルで B グループにマグカップを売ってやってもいいよって言います。 反対に B グループっていうのは3ドルやったら A グループから買ってやってもいいよっていう風に言うんですよ。つまり倍以上の値段が、値段その評価が分かれたってことなんですよね。これなんでそうなるかっていうと A グループっていうのは一旦最初にマグカップもらってますよね。もらってるから一旦保有したわけですよ。ね。超短い時間ですよ。 超短い時間だったのにもかかわらず、一旦もらったもんやったら、そこにちょっと価値をプラスオンするんですよ。ゆえに、7ドルやったら売ってやってもいいよって言うんですよ。で、対する B グループっていうのは何ももらってないから、そのマグカップに対して強い価値とか思い入れっていうのはないんですよ。ゆえに、カップそんなマグカップやったら別に3ドルでいいんじゃないついつ三3ドルで買うわ。っていうことなんですよ。わかりますそういうこと。でもなんとなく思い,思い当たる節ありませんなんか一回持ったものって、 愛着枠でしょそう、これが答えなんですよ。結局、愛着なんです。そう。だから、この保有効果って怖いんですよね。でね、この話がじゃあ、今回のサプリと何の関係があんねんって思うじゃないですか。これめちゃくちゃ終わりなの。これね、なんで YouTube でここまでやったかっていうと、多くの人に当てはまるというか、このうーん、ドラッグ、まあドラッグでもいいよ。ドラッグストアとかでもよく使ってる手,手口って言い方悪いな。手法やからなんです。販売手法やからなんです。私もこれ使ってました。何かっていうとね、 無無料サンプルなんでですよ、ね、ドラッグあとは一番もっと顕著なのはテレビショッピングで今だったらまる1個無料でプレゼントみたいな先着何名様みたいなありませんねああるでしょあれあれですよ。全然興味なかったとしても無料でまる1個もらってこないよ。ね保有効果余裕で発生しますやん。でしょ ってなったら高く価値を見積もっちゃうんですよだから定期購読とか定期購読定期購買に定期購入か定期購入に繋がっちゃったりするんですよめっちゃ怖いでしょこの保有効果特にそのサンプリングサンプリングにはもう一個 テクニックが隠されていて、それが何かというと偏傍性の原理っていうのがあります。はい、偏傍性の原理って何かというと人間っていうのは何かしてもらったら何かしてかい司会してあげなきゃいけない、何か恩返しをしなきゃいけないっていう風に思いやすい性質があるんですよ。も無料サンプルもらったら思いません。もらったんやからなんか悪いから買わなあかんなとか思いません。 ね、そういうことなんです。だから分かりやすいなんかお中元とかお歳暮とかそうですや。もらったんやから返さな悪いなって思いません。そういうことです。はい。人間ってこの変貌性の原理っていうのがあるんですよ。だからこのサンプルっていうのは別にねほんまにいいと思ってほんまに欲しいと思ったんやったらいいよ。いいけど今回みたいなそのサプリメントの話になるんやったら注意しなきゃいけないですよね。 そうそうなんですはいだからこの保有効果を防ぐんやったら本当にそれあなたに必要ですかみたいなことをもっと考えなきゃいけないですよねでも言いましたよね今までいろんな効果紹介してきましたよねいろんな効果をあの効果が合わせ技でもうすでに脳に蓄積されてるから主観ではなかなか判,判断しづらいんですよじゃあどうしたらいいかっていうともう周りに相談してください こんんなサプリがあるんやけどどう思う思ってて周りに聞いいいみたらいいですもうだからあの専門家までい,もうそれいけたらいいよいけたらいいけどいかなくていいですもう周り家族にも紹介してみてくださいこんなサプリやっててんけどこれどう思うって言ってみたらいいですよねでもまあその周りの人は全然興味ないから「いやそうねやめとき怪しい」って言ってくれるからはい。 その上でもまた、あの、いや、全然いいんちゃうって言うんやったら、そっからさらに専門家を頼ってもいいと思うしね。やっぱ段階踏むとかね。はい。っていうのは必要かと。とにかくいずれにしても、自分一人のその主観だけで考えると、バイアスにはまるから、本当に注意が必要。っていうことです。はい。というわけでした。はい。えー、こ,こから先は、凡人研治アカデミーに移ってやっていこうかなと思いますんで、えー、ぜひですね、興味ある方は、 えー、概要欄のリンクから、えー、入学するというリンクがあるのでそちらから登録していただいてご覧いただければなと思います、はいまあ、あのちなみにですねほかにも今回のサプリメントのことに関して言うのであれば私の「凡人賢治アカデミー」ではあの効果のないサプリメントというかその買ってはいけないものみたいなドラッグストアに売ってる買ってはいけないものみたいなのもあの実名を上げながら紹介してたりするのでもうこんなんは YouTube では絶対言えませんからねはいなのであの気になる方今回の騒動で、えー、何買ったらいいか分かんないともう,もうエビデンスとかも分かない。 らへんしっていう風うに思ってる方っていうのは不安な方っていうのはぜひ概要欄からチェックしてみてほしいなと思います。はいというわけでここから先は凡人ケンジャーアカデミーに移ってやっていこうかなと思いますのでぜひ凡人ケンジャーアカデミーの方でお会いしましょう。ははいいそれででままた次回の動画おお会いしましょうお大事に